先月号と書いてることちゃうやん。バシッ。10月16日のあの人気ネット番組真相深入り虎ノ門ニュースを見ていて、いわゆる保守と言われる陣営の強さを確認しました。安倍首相の応援団を辞任する人気作家の百田直樹さん、番組の中で10月15日に再確認した2019年10月の消費増税、これについて明確に反対やとおっしゃっております。さらに移民政策についてもあかんと、これはペケやとおっしゃっております。別の曜日のコメンテーターなんですが、特別ゲストとして参加されていたジャーナリストの有本香里さん、彼女も、どちらかといえば安倍ちゃんよりながら、この消費税増税には反対で、移民政策についてはもうダメと。保守の強さを確認できた理由、それは今起きている現実を見て、それを自分の中に受け入れ、その上でイエスかノーかを自分で考えて、そして表明している。何を当たり前のことを言っているんだとお気づきでしょうか。いや、その通りなんです。当たり前のことなんです。今目の前で起きていることを見て、それを受け入れて考えて話す、自分なりの価値観で評価を下す、それが普通の大人なんですよ。言い換えれば自分を持っているということです。消費税増税と移民政策についてもそうですが、一番いわゆる保守の陣営が自分を持っていることが分かるのが河野太郎外務大臣への評価です。河野太郎さんといえば、ご尊父様があの方でしょ。また脱原発政策やブログなんかで言いたい放題言ってて、それがどちらかといえば画面をこう見てこちら側の方のパヨって感じだったんで、当初外務大臣になって大丈夫かなってみんな不安視していました。むしろこちら側の人たちが脱原発とか閣内に入って言ってくんねえかなみたいな期待もありました。ところが河野太郎外務大臣先生様は、その役職に就かれて以降、我らが日本国の国益のために中国の外務大臣にもピシッと、言うべきことは言い、主張すべきことは主張する、さらにウィットに富んでいて、なかなか面白い男、チャーミングな男だということが分かった。外交的な手腕、確かな英語力、そしてチャーミングな男、もうこの現実を見て私も含めて手のひらを返した方は多いのではないでしょうか。これは良い意味での手のひら返しで、その人物の行動、態度、それによって再評価をするということ、これも当たり前っちゃ当たり前のこと。なぜこの当たり前のことを執拗に繰り返しているかといえば、はい、こちらの人たちはそんなことしないからなんです。反安倍、反自民、I love China, I love Korea, I love 将軍様で、今院長様、アメリカの方でも I love ヒラリーで、トランプ絶対ダメとかっていう一つの価値観に固執する、こだわりすぎるというよりは、もうそれでしか物事が見られない。つまりこれです。色眼鏡で世界を見て、もうこれが世界の全てと思っている。そして色眼鏡も過ぎて、今どのレベルまで行ってるかというと、パブロフのワンワンです。餌をあげるときに必ずベルをチリンチリンって鳴らし続けると、このベルのチリンチリンという音を聞いただけでワンワンはよだれを垂らすようになった、条件反射ですね。でこれが有名なパブロフの犬。そしてこんな人たちはもう反安倍、反自民、もうその一つの条件に対して反射的に行動するだけ。クイズ番組に早押しという企画があります。ポンとボタンを押してピンポンと上がると、はいどうぞと答える。こんな人たちはもはやピンポンってボタンを押すと同時に、これが上がる前ぐらいに安倍のバーカっていうのがもう定番になっちゃってる。もう条件反射を超えて、ほぼほぼ脊髄反射のレベル、無意識に安倍のバーカって出てくるようなレベルになっちゃっている。でもちろん我が国には思想良心の自由があって、表現の自由もあるんで、何をおっしゃっても一切構わないのですが、口を開けば安倍のバカ、口を開けば自民のバカ、また YouTube では名前を言ってはいけないあの国々、またあの国々の話題をネタにしたやつが広告収入が入らなくなっちゃっております。置いといて、ともかくそういう一つのもう答えのためだけに言葉を発するんで、
ダブルスタンダードになる。得票比率では自民党総裁選も沖縄県知事選挙も同じだったにもかかわらず、片っぽは敗れた方の後ろからスナイパー石破ゲル先生を前線、石破前線と報じておきながら、沖縄県知事選挙の方では玉城デニー圧勝としか報じない。まあ、こういう普通の一般常識に照らした時に嘘のレベルの発言、そしてそれがそのまま報道になっちゃっている。今起きている現実に目を向けて受け入れて、そして自分の中の価値観でもう一度その度ごとに自分の価値観に照らして、自分に嘘偽りないように発言をしていれば起こり得ないダブスタが日常的に行っているのがこんな人たち。面白いもんで、四つ目に寄せていただいたコメント欄に先日こうちょっと遅れながらですけどお答えをしたんですね。でその中で、我らが安倍先生と言ってる時点で見る価値なしとか書いてあるんですよ。でも私この番組の中で、我らが安倍晋三首相、まあ、あるいは我ら安倍ちゃんとまでは言っても安倍先生なんて一言も言っていないじゃねえかよって。でそのコメントを寄せていただいた方の頭の中には、安倍首相を批判しない、安倍のバーカって言わない人イコール安倍先生って安倍万世って言ってると思うんでしょうね。それは彼らのロジック。一方我らのというよりは、普通の常識を持った日本人の発想からすれば、たとえ応援していてもやることがおかしければんっと首をかしげ、そのおかしなことが続けばおいおいちょっと待てよとツッコミを入れる。さらにその度が過ぎれば反対だと発言をする。それが自分を持った大人としての当たり前の態度。そのことが現在言論界にしろ出版業界にしろ保守陣営の勢力が伸びている、売り上げが伸びている理由の一つでしょう。だってこんな人たちダブスターばっかりなんですもの。まともな記憶力と論理力を持っていればパラ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 先月号と書いてることちゃうやんパシッと気づいた人たちから、だんだんこっちからこっちの方にこう来てね、いわゆる保守という言い方をしているのは、保守ってこんな人たちと違って唯一無二の思想心情なんかないんですよ。でまた自分で考えることのできる大人たちが集まれば微妙に意見が違うなんて当たり前、保守ってこう見てしまうのは、こちらのロジックに戦後長らく使っていた浸っていたからじゃないかなと私は見ています。いずれにしろ大安倍晋三応援団の一人である百田直樹さんも消費税増税には反対し、移民にも反対、有本香里さんも同じく、虎ノ門ファミリーでいうと多分ほぼほぼみんななんじゃないですかね。そしてこれが保守の強さであり、こんな人たちとの最大の違いであることに気づいた今日この頃でございます。重ねて述べますが、私も消費税増税、さらには移民政策については今のままでは大反対です。そしてこの今のままではとつけたところがポイントというのは、この今のままではというところに議論をしましょう。議論の余地を残す、これも日本人的大人の態度だと思う今日この頃でございました。ご視聴いただきありがとうございます。またの機会もお付き合いいただければ幸いです。今回もワンコのコーナーでお別れです。安倍晋三完全勝利席というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃って、バカがいる。あの病気だってあなたに会えたから。